届けします、はい、先ほど5分間の放送が終わったばかりで、まだ5時12分30秒の今度はまたその本番前、はい、そうなんです、はい、ちょっと今回ですね、ひろみちゃんちょっと見てもらいたいのがあって、それがこのエリアなんですよ。はい、実はちょこちょこ変わってるの気づいてました？そらもう俺何年やってると思ってんの。もうどう思いました？何でも知ってるで。あらもう、でもパンプキン絞り出した。あとやっぱね、秋やから栗です、はい、そう、栗、はい、これどういう意味か分かります？え、読書の秋。あ、そう、正解。これね、キラーアナウンサーが一生懸命ここのね、しかも自分の本にブックカバーをつけるような感じで頑張ったりとかして、いろいろ試行錯誤してるわけですよ。こういったちょっとのエリアも季節感出していこうっていう風に頑張って作ってくれたんですよ。よかった、気づいてくれて。キラーさん、こんな難しい本読む？マジですか？すごい。歴史ものでしたっけ？4コマぐらいになってるやつ。そうとかですね、まあ、季節を感じるというと、スタジオのあちらですよ、小沢さん、はいはい、あちらに、はい、いつもね、お花流の皆さん方がお花を生けてくださってるんですけれども、はい、今週は何といっても目立つのが柿ですね。何、ね、はい、があるんですよ。そういう生け方もね、あるんですよ。ほんまもんですからね。そうですよ。取って食べちゃダメですよ、ね、ダメ。まだちょっと渋いから。これ渋柿かな、甘柿かな、どっちかな。時期的に渋柿かな、どうだろう。もうでも食べ頃な時期になってますもんね。まあ、こういった季節を感じる要素がスタジオのいろんなところにもあるので、皆さん、ね、そうなんですよ、楽しんでください。ありがとうございました、ひろみちさん。ありがとうございます。この後本番です、はい。